毎度セイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。では 100% スキルモード、頂上決戦やっていきます。先制くれ先制、おいしょ、先制はこれはうまいよ。より SR よりん、ラッキーマチュアスキル、スキルラッキーマチュアか、どっちかな、マジむずい。マチュアか、ラッキーめまい持ってるからね。おお、ロバート来た、りょうりょう、お LR 先制の本能、ナコルルと向井、これはいけるでしょ本能やったら。クマ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 、これねクマ本能しか無理やね、ヘビも無理やし、これはクマで行くべきやな。秘書図っすね、秘書図とイオリもいるこれすごいメンバーやで、何気に原作に忠実なメンバー、ダブルイオリやしな。まあでもベニマル置いとこ、頭バイスにします。これでいこうか、これで、これまだ使わないです当然、使わない。うん、次キムとか前出すでしょ。うん、っていうかキムに対しても使わんかったらね、だいぶ攻めれるんでね。お、これはね、ちょっと待ってよ、ハイデルン飛ばそうかな、ハイデルン飛ばすのありやな。いやベニマル前ありやな、こういこう、ベニマル前にしてこういきます。うん、これでちょっとナコルルをね叩きに行こう。これで次、いきます、ナコルルを倒しに行く。本能は、キムでしょ、でベニマルをラッキー、マッチャーをナコルルで、そうやな、アッシュあたり置いとくか、アッシュあたり置いときましょう。まず本能ここ、うわ生きるのこれ、うわーマジかー、生きた、ちょっと具合悪いなこれ、生きたら具合悪いよ。リエンハリケーンここでしょ、まあ多分倒せると思うんですけどな、これはこれ倒さない意味ないからな、調整したら意味ないからね、倒せると思うんですが、うん、いけたいけた、危ない。で向かいっすよね、 LR イグニスも打てるからな。あれ調整する、イリアン調整できるかな、これ調整できないんじゃない、えマチは倒す、これは、うん、調整はできないよね。イグニスは今打ってきたか、ハイデル前にしよう。ほんでや、これね、アッシュ、アッシュ大丈夫かな、ちょっと怖いね、アッシュが怖い。ハイデルで一応回復はするんですが、そうやな、アッシュの次ゲージ溜まるから、ここボ、あの、SR よりはちょっと温存します。こんな感じでいって、一旦に我慢します。一旦我慢しても、あの、SR より倒しに来ないでしょ。クーラーか。やめてくれ。凍結。よし。アッシュ回復。うん。あ、来る。やめろ。よし。あー、うお、生きてるね。危ねえ。このままいきます。そして、アッシュから。アッシュ打って、ここはもう倒してる方がいいよね、確実に。確実に倒しに行く方がいいよね。そして、向井も叩いていく。当然これは、うん、こんな感じかな。これでもうキャラあと1体でしょ？あと誰やったかな？あれ？いなかったかな？倒せるんじゃないというか、これ。どう？スキルモード？スキルモード？どう？うおお、ギリギリ。もう1体いた気する。あ、ケンス。ケンスじゃどうしようもないな。うん、ケンスじゃどうしようもない。アッシュも生きる。うわ、これは本能は結構有効に使えた感じもしますけどね。本能よりが、やっぱスキル強いんでね、本能は。ダメージも取れるし。まあ、本能のおかげでいけました。じゃあ続きいきましょう。先生欲しいな。また。ゴンさんね。先生取られたな。ゴンさん、ハンターハンターのゴンさんやな。オロチクリス。ネフェルピトワイルさん、さあ2代目、これ LR 確定のやつですね。リン LR、 エリザルオン、エリザでしょう。スキルモードか、でもルオン強いな、これやばいな、ルオン
ワンチャンルオンの方が良かった。2代目っすね。2代目 MIA。ルオンか。これね、先にエリザベートちょっと危険やな、やっぱり。これ、ステキャラ一体置いて、レオナとか。ほんで、リンは置いとこ。リン2代目かな。リン2代目。そうやな。2代目じゃなくてもいいか。でも、状態上持ってるからね。まあ、これでいくか。レオナ倒れたら、もちろんエリザベート出します。これでも、ルオンが強いんですよ、本当に。ルオンのスキルが、沈黙も高いし、沈黙率も、ほら、えぐい。お、バイス、もうゲージ溜まったやん。バイスが溜まった。こういっとくか。しかし、バイス溜まったのはいいけど、ルオンがまた、スキルでね、状態度を持ってるから。これ2代目はゲージ溜まるかな？あ、溜まれへん。よし！ほな、レオナやられますね。オッケーオッケーオッケー。もう、しゃあない、この犠牲は。この犠牲はしゃあない。そしたら、バイスは当然打つ。で、うわぁ、バイスの HP ないよ。バイスの HP がありまへんな。カウンターで。怒りダウン。打ち抜け。バイス HP ないって。バイスにでも必殺飛んでこないよね。このキャラやったら。なんとかいけるかな？迷ってますね。さあ、極限流儀。状態上解除しても怒りダウンしてるよね。ルオンは。これね、エリザベートゲージ貯めたいんですけどね。これあんまりでもあれやな。あんまりキャラ出すとね、逆に不利になったりするんで、もう一回このまま行きます。このまま行って、打ち抜け。うお！ルオン倒せそうで倒せない。これね、ゲージ溜まるよ、エリザ。ゲージ溜まって。溜まらない、やばい。溜まらない、やばい。ゲージ溜まらない、逆にやばい。どう？溜まれ！溜まらんのかーい！嘘やん。たまらへんの、まあ、このまま行くか。じゃあリンは当然使います。ルオン倒せるんじゃない？ルオン倒せそうっすね。なんでそっち？打ち抜け。ルオンじゃないの今の。マジか。これキャラ出すとね、時間切れで負けたりするんでね、あんまり出せないんですよね。これね、エリザベートはもう状態上かかってしまうからな。もうあの、シールドないから今。シールドじゃない、領域ね。お、いいね。ゼロ出してくれる？うん。これはまあしゃあない。撃たれて。ここで怒りダウンか、もしくは状態上エリザベートがしなかったらいいけど。したー。早速や。困惑。めまいも入った。これこのまま行こうかね。このまま行きましょうか。空手倒したいけどな。いや、このままより、バイスもう一回やられてもええか。ネームレスあたりで、ちょっとダメージ取っとこう。バイスはもうやられたらしゃあない。ワンパンできないのか今。マジか。ワンパンするつもりやってないけどな。うん、こういって。ルオン倒せそうやな。ルオン倒せる？うわー、微妙に倒されへんやん。微妙に倒されへん。しかしエリザベートはさすがに、ゲージは次使えそうかな。バイス復活あるしな。さあどう出るか。覚醒レオナ。うん、エリザ頑張ってくれよ。シールド追撃きた。しかしシールド張った。シールド張ってもこれ、その状態上食らうよね。状態上食らってしまうのが辛いな。エリザめまい沈黙とか。まあでもだいぶ硬いな。バイスちょっとやばいんで、こういっとこう。バイスはこれね、ゲージないんすよね。復活したからって。とにかくエリザを一発撃ったら安定するので、それまで我慢っすね。エリザ我慢。状態上がでも強いんよ、これ。エリザのね。じゃあエリザちゃう、ルオンの。これ、よし！あー、めまいしてる！めまいしてますね。ルオンじゃない。エリザベート。
とりあえずこの空手は踏ん張りを使わしまくりたい。エリザベートの状態異常がひどい。領域を張りたい。ルオンがとにかくスキル、あはは、また状態異常や。これがちょっとね、そろそろでも空手倒せるんじゃないのこれ。マジでそろそろ倒せるでしょ。まだか、まだか、空手はまだか、毒まだか空手もしぶといわ。エリザベートももちろんしぶといけど、空手もしぶといね。うん、わあ、もう追撃、状態異常えぐいって、状態異常がえぐい。エリザこのままいきます。空手、毒。さあこれで空手でもやばいな、倒せないか。バイス倒せない。ただ覚醒倒した。てか踏ん張りがあるから倒れないんか。10ターン。エリザ耐えるやろここ。もう一回。あれ？え、シールド2回貼った。嘘。え、エリザシールド1回か。9問空いてない。